ここまで来れば絹さんの家はもうすぐだ。ダムができるのか。通りで人気がないわけだ。
深山家ってことは、この墓は母さんの実家の墓か。佐一じいちゃんも。父さんと母さんに連れられて、じいちゃんの弔問に来て以来だな。この家に来たのはその時一度きりだが、あまり変わっていない気がする。あれから10年以上経つのか。父さんから。はあ、いろいろあってもうクタクタだ。昨日からろくに寝ていないし、父さんが迎えに来るまでどこかで休もう。佐一じいちゃんの家だ。あんな事故さえなければ今も元気にしていたかもな。じいちゃんが生きてさえいてくれたら、母さんも死なずに済んだかもしれない。
佐一じいちゃんは井戸に落ちて死んだ。物知りで優しい、いいじいちゃんだった。絹さんはじいちゃんが俺たち家族と親しいことを知っていたのに、亡くなったことを娘の母さんにさえ知らせなかった。じいちゃんが死んだと知ってから、母さんはひどく塞ぎ込むようになって、それで、母さんも。あんな非情な人が俺の祖母だなんて。懐かしい。習いたてのひらがなで書いたんだっけ。結局じいちゃんから返事はもらえなかった。解雇棚か。父さんから聞いた話では、深山家は生業にしていた三種業を随分前に辞めてしまったらしい。その名残か、絹さんはここで解雇を飼っていて、子供の俺に解雇の話をした。絹さんと話したのはあれきりで、すごく嫌な話だった。喉が渇いた。
この井戸に落ちて、じいちゃんは死んだ。不注意で落ちた事故だったらしい。ここでならゆっくり休めそうだ。本日の気象情報をお伝えします。こんばんは。今夜は西寄りの風が強まり、気温の方は例年より低め、お外では肌寒さを感じることでしょう。では天気図をご覧いただきましょう。日本の気圧配置は西高東低の冬型です。北海道を除く日本海側では雲が多く、おおむね雨となるです。じいちゃん、ちゃんと俺に返事を書いてくれていたんだ。この返事を出す前に、じいちゃんは関東地方は大体晴れとなりますが、一部地域では夜のにかかわぬや雷雨に注意が必要ですけれども、また関東地方の明日は晴れの極めで、夕方から夜にかけての雷雨のところがあるでしょう。一ノ瀬テレビの特設スタジオからお送りいたしました。本日の気象情報をお伝えします。こんばんは。今夜は西寄りの風が強まり、母さん。
どなたでも簡単に求めて人気者になれる商品をご紹介しましょう。嫌な夢だった。それがこちら猫大集合。母さんの夢なんて随分見ていなかったのに。簡単に手でブリッジをしっかりと握る。するだけ。気になってたあの子も、ウブなあの子も。すっかり日が暮れたな。とりあえず明かりをつけるか。すごい効果ですね。通常価格1個9万8000円のところ、今だけなんとにコテストでお値段変わらず9万8000円でのご提供です。両手に花ならぬ両手に向こうご体験ください。お申し込みは東京 03XXXYYYY 東京 03XXXYYYY 番号のお間違いにご注意ください。お電話お待ちしております。今だけなんとにコテストでお値段変わらず9万8000円でのご提供です。両手に花ならぬ。薄気味悪い札だな。そういえば昔この家に来た時、これと同じ札を母さんが見て、それこそ異常なくらいに、なんだろう、この札を見ていると頭が痛くなってくる。お申し込みは東京03玄関の方だ。父さんか。
父さん。もしもし。港、私だ。なんだ、父さんか。今どこ？何時頃こっちに着く？そのことなんだが、今夜は帰れそうもない。今、転院先の病院からかけているんだが、どうにも厄介なことになってきた。先ほどまで警察と話をしていたんだよ。警察？なんで警察なんかと。キヌさんが倒れた原因が病気や事故ではないかもしれないということだ。転院先の医者がキヌさんの首に絞められたような跡を見つけてな。それじゃ、あの人は誰かに襲われたせいで。まだそうと決まったわけじゃない。決まったわけじゃないが、用心するに越したことはないだろう。湊斗、一人で大丈夫か？当たり前だろ、子供じゃあるまいし。そうか、湊斗、気をつけなさい。ああ、おやすみ父さん。喉が渇いた。台所で水でも飲もう。喉が渇いた。今のは